厚生労働省は全国の児童相談所の所長を集め虐待の疑いがあるという報告などを受けた場合48時間以内に直接子どもの安全を確認するよう改めて求めました札幌市で2歳の女の子が衰弱死した事件では本人に面会ができない状態が続いていました一方、所長側からは負担が多く現場の職員が疲弊していると訴える声が相次ぎました 人手不足のため職員が休日を返上するなどしなければ安全確認のルールが徹底できないと主張しています。